リメイクシートを使ったステンドグラス風作品の作り方です。使うものは OPP 袋、黒のリメイクシート、プリンタインク、液体のりです。黒のリメイクシートを OPP シートと同じ大きさに切ります。ここでは OPP の袋を使っています。リメイクシートは100円ショップなどで手に入れることができます。ここにステンドグラスの下絵を置き、端をホッチキスで留めます。そして白い部分をカッターナイフで切り取っていきます。最後にホッチキスで留めた部分を切り取ると型紙が外れます。リメイクシートはシールになっていますので、端を剥がして1センチほど折り返します。剥がしにくいときはセロテープを使ってください。OPP シートをぴったりと当て、剥がした部分だけを貼ります。端をセロテープで留め、シールを剥がしたら OPP シートがずれないように物差しなどを当てながらまっすぐに貼り付けていきます。これで枠の線が出来上がりました。色をつけるのはプリンタインクです。スポイトの瓶に入れ替えて使っています。手袋を履いて作業した方がいいです。卵パックなどに液体のりをたっぷりと出します。この液体のりとインクを混ぜて塗っていきます。まず白くしたい部分に液体のりだけを塗ります。液体のりとインクを混ぜて花びらの部分を塗っていきます。境目のところはぼかしていきます。こんな風にグラデーションができました。もう一つの花はマゼンタとイエローを少しずつ混ぜながら塗っていきました。茎や葉はイエローとシアンを混ぜて塗ります。こんな風に液体のりにインクを混ぜて色を作ったりグラデーションを作ったりして塗っていきます。周りは残ったインクを使って塗っていくと無駄がありません。完全に乾いたら出来上がりです。ここでは OPP 袋を使っているので、中に白い紙を入れてみましょう。
元の白黒作品に戻ります。これを抜きながら色がついていくのを楽しむこともできます。透明インクになっているので光が通り美しい影ができます。窓辺に飾ると光が通り、日が差すと綺麗な影が映ります。